受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥーバイ福岡県佐賀県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダ ZR-V。 江戸時代から明治にかけて海上交易と塩作りで栄えた福津市津屋崎。この津屋崎地区の中心部に波折神社はあります。その昔、地元の漁師が漁に出て嵐に遭遇した時、神様に祈ると高波が引いて嵐が収まった。その時に持ち帰った3つの石を御神体として祭り、およそ800年津屋崎の氏神様として大切にされています。一風変わった津屋崎みくじは、地元のおじいちゃんおばあちゃんの言葉があなたへのメッセージとして書かれています。さらに境内には珍しいものが。およそ150年前に奉納された波乗りうさぎと呼ばれる石像。2023年はうさぎ年、良いお年をお迎えください。波折神社へのクルーズはホンダ ZR-V。 最新のヒューマンマシンインターフェースに基づいた直感的で操作性に優れるインテリア、ホンダの新しい SUV の誕生です。この番組は福岡県佐賀県ホンダカーズの提供でお送りしました。